スーピー側チャンピオンジェフリー、ワンピー側チャレンジャーウルフ。この試合どう見ますか？そうですね、スーピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。そうですか、ヒラン投げフリックショルダー、カウンターヒット、またヒットした、受け身を取った、ネッククラッチから抜けられない、起き上がりの攻防を終わった。セットカウントは0対1、ジェフリーまずは1本先取、この勢いでもう1本取りたいところ。第2ラウンドが始まりました。ここからどうする？うまい、これは抜けられなかった、よろけた、ヘビーにストライク、ストライクヒート、終わった。セットカウントは0対2、ジェフリー続けて2本選手、さあスピがリーチですよ。第3ラウンドが始まりました。エルボー、ピーから判定、下げてからバーニングハマー、セットカウントは1対2、ウルフ気持ちが楽になったんじゃないでしょうか。巻き返しを図りたいですね。第4ラウンドが始まりました。ディープシュワイルドフック、置き蹴り、カウンター、クイックショルダー、投げ抜け、うまい、投げていく、ショートショルダー、勝負あり、セットカウントは2対2、ウルフ1本取って追いついた。さあ最終ラウンドですよ。ファイナルラウンド、さあ投げだ、クイックショルダー、投げ失敗、投げ打つ、答えのある一戦でした。ジェフリー勝利しました。 Try training next time.